します。あ、え、綺麗中村というのはなんかね、昨日お家でなんかあったみたいですね。ね、そんなんじゃないんで、早くまあ進めてください。あのね、ちょっとまあカメラ回ってるのにこんなん言うのもなんやけども、あなたもプロでしょ。プロなんやったらカメラ回ってる時ぐらいね、ちゃんとしなさいよ、もうほんまに。ね、うん、ね、プロ言うてますけど、こんなね、あのトレーニング動画撮ってますけどね。お、なんや、肝心のあなたはどうなんか。指をさすな、指を、さすな。どういうことや、え、こんなにね、お、よう超えて、え、こら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 、やめろね、Don't touch me。 体重だけらんねんのところで。いやいや、体重って、いや、こう見た通りやな、スリムで、顔してるでしょ。え、いや、そういうの測ってへんけどね、最近。じゃあ、体重測りましょうか。いや、もう分かってるのも、はい、いや、測ったらいいでしょ。え、何キロや。じゃあ、ちょっと脱いでいいですか。え、いや、そのまま行こう、そのまま、はい。いやいや、いや、もうこれ、ちょっと、服がちょっと、ね、はい、何キロや、重たいと思うんですか。96.8 でもやないか。いや、待て。え、あれ、中村さん、さっきから高圧的や思ったらその顔どうしてんの。は、デビルマンに出てくる不動明の目みたいになってるやないか。なんで、なんでこんなことになってしまったんや。中村さん、目を覚ますんや。目を覚ませ、目を覚ませ。実は会長の YouTube チャンネルの登録者数を増やすにはどうしたらいいかと悩んでたら、枕元に突然悪魔が現れて、お前の魂を差し出すなら登録者数を増やしてやるって言われたんです。なんてアホなことをしてくれたんや。こんな俺のために。悪魔よ、どうすれば中村さんを元に戻してくれるんですか。どうやればいいんですか、教えてください。痩せたら元に戻してくれるらしいですわ。ああ、なるほどな。僕が痩せたらって、これあくまで何のメリットあんねん。まあそういうことらしいんで頑張ってください。果たしてチョップは中村さんの魂を取り戻すことができるのか、再び世界に平和は訪れるのか、次回に続く。会長、ところで何キロ痩せるんですか。まあまあ僕もね、まあプロですから、まあ5キロぐらい行ってますよ。5キロですか。うん、5キロって何がわかるんですか。5キロ痩せても90ちょっとですやん。91.6? 91.6、うん、デブはデブですやん。ほら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 、デブはデブって言いにくいことはっきり言う子やな。ええー、とこの子か、あんた。違うんか。まあええー、わ、それは分かった。ほんだら10キロ痩せたりますよ。10キロ。